条約コール鳴り響きます。対するは志田英二、チャレンジャーの意地があります。大阪から初めて東京に来た意地があります。ラストラウンドです。第10ラウンドラストラウンド、最後の3分間に両者思いをかけます。佐野さん、はい、志田サイドセコンドからの指示は一言、ええ、倒せ倒せ。そうですね、もう川島さん倒すしかありませんね、チャレンジャーはね。そうですね、まあ、まあ今まで結構、まあ、まともに打ち合ってきてますけども、はい、まあ、的確性で、ね、うん、川井を上回ってますからね、はい、あと一発。さあチャレンジャー志田狙って打つしかないですよね。これまでいいトレーナー、いい先輩に恵まれた、勝って恩返しがしたい、そう話した志田英二。最後の3分間です。チャンピオン河合も少し疲れました。しかし条約コール、さあここは体をつけてボディを打った志田、相手を見据えて打ちたいところですが、そうさせませんチャンピオンの河合です。ちょっとミスが多いですね志田はね、そうですね、空振りが多くなってきた。その分体力の消耗があるのかもしれません。的確に当てるのがチャンピオン、左のアッパーです。うん、ややバランスを崩している、疲れている志田です。うん、ここは離して打ちたい、自分の距離に行きたい志田ですが、一発があるんです。しかしそうさせません河合ジョーヤ。一戦一戦たくましくなってきました河合ジョーヤ。この試合も試合巧者ぶり、うまさ、経験を見せています。いつもの通り自然体でやりたいと言っていた河合、まさにその通りの試合運び。しかしアッパーが入る、右のフック、チャレンジャー、最後の1分。両者疲れました。両者接近戦で10ラウンド、30分間を戦います。あとは記録です ね、 そうですね、ここまで来るとチャンピオンもチャレンジャーの気持ち、タイトルに挑戦する気持ちでやりたいと言っていた。その気持ち、お互いの気持ち、さあ残り30、うん、左が当たる、チャレンジャーの左が当たります。さあ渾身の右、志田も頑張ります、歯を食いしばります。気持ちでは絶対に値を上げない、内に秘めるものはすごいという志田英二。その姿を最後に見せながら、さあ間もなく試合が終わります。チャンピオンの側に雄たけびを上げた、ラスト10秒、さあ最後の打ち合いだ、最後の打ち合い、チャンピオンが当てた。第10ラウンドファイナルラウンドが終了しました。後楽園ホールのお客さんがスタンディングオベーション、素晴らしい試合に拍手を送っています。このラウンドは川島さん10対10のイーブンとしています。よく頑張りました志田英二、最後まで戦い抜きました。その志田にもお客さん拍手を送っています。さあ川島さん、はい、採点になりますと、はい、チャンピオン有利ですね。まあそうですね、あの、はい、見てる人もそうだと思いますけども、まあ、僕の採点でも一応河合君有利と、そうですね、いうことになってます、はい、しっかりと自分のボクシングを見せてくれましたオーキッド河合ジムの河合ジョーヤ、日本スーパーウェルター級チャンピオンの誇りにかけて戦いました。安定です。ジャッジ吉田勝利98対95、ジャッジ内田正和98対94、勝者日本スーパーウェルター級チャンピオン河合ジョーヤ。チャンピオン河合3度目の防衛です。判定3対0、大差で下しました。これで1回目のチャンピオン、2回目のチャンピオン合わせますと4回目の防衛ということになります。しかしこううまさのある充実感のあるね、もちろん打ち合いはそうなんですけども、はい、あのガードですね、うん、ガードのうまさ、ディフェンスのうまさっていうのもまた今日河合君
良くなってましたね。まあ、あの志田の方も決して悪い選手じゃないですから、これからこれを勉強にね、また上に上にと行ってほしいですね。そうですね。あ、そして今お子さんの娘さん、あきらちゃんを抱きました。生まれて4ヶ月、名前を呼ぶと笑うようになったというこのあきらちゃんです。この子が生まれてますます頑張ろうという気持ちになったという河合城也。勝ちました河合城也選手には勝利者賞といたしまして、イベント協賛スポンサーであります株式会社ナムコよりナムコ賞としてプレイステーション2とナムコプレイステーション2用ソフト熱中プロ野球2002と鉄拳4が贈られます。見事3度目の防衛に成功しました河合城也選手です。どうもありがとうございました。終始落ち着いたボクシングでした。そうですね、もうちょっとしょっぱなからちょっと左の手痛めちゃって、あのなかなか思い切っていけなかったんですけど、あ、まあ、勝ててよかったです。はい、一度はノックアウトを狙ったんじゃないですか。そうですね、あ、ちょっと欲出したらもうすぐ左と拳痛めちゃって、あ、そんな慣れないことしちゃったの。これからこのベルトどうしましょう。そうですね、もうあの会長にお願いして、はい、あのどんどん欲出して上上って狙っていきたいなと思います。はい、世界という話もちょっと聞いたんですが。そうですね、あの会長が独自にあの動いてくれてるみたいなんで、もう僕はもう一生懸命練習でもうそれしかないです。はい、そして今日たくさんの応援の方が来てくださいました。その皆さんに一言お願いします。はい、あの皆さんどうもありがとうございます。もう胸いっぱいです。もうこんなのみんな皆さんあっての河合城也なんで、また来てくださいお願いします。